こんにちはおすすめのホルスターないですかっていう質問にお答えします。おすすめのね、もう結局は <laughs> 何になるかっていうことなんですけど、値段何やるのっていうことですよね。まあ基本的に、まあ、ロマン、例えばね、ダーティハリの。 壊れれているのであれば為替のすごいね実銃で実際使われているようなねショルダーホルサーとかいいじゃないですかでもそれを使ってシューティングはできないわけなんですよねシューティングつやるにはまあ競技用のやつがいいし競技用じゃなくてもある程度樹脂製のねしっかりした専用のものの方が抜きやすかったりもするしじゃなくても別にサバ毛でちょっと使うだけでまあサバ毛でサイドアームってそんなに使わないじゃないですかまあ、そういうのででもたまにちょっと腰につ,ついて。 っっとたいなっていうんであればもうナイロンホルスターのねもう2000円ぐらいの安いやつ何でも入るようなやつで問題ないですし競技でガチガチにしたいんであればもう本当競技用のねスティールチャレンジ用のやつとかあるので、まあ、そういうのが良かったりするし。というわけであれですよおすすめの車なんですかっていうの多分あんまり車詳しくないけどあれですよ。ねね。 うんね、レクサスとかね <laughs> っ,ていうっていうわけにもいかないじゃないですかもう近所乗るんだったらねほんと K とかの方がきっとねあ,のあんまり運転慣れてない方だと困りきくちっちゃいやつとか絶対運転しやすいとかあるし今、まあ、予算的にもあれだし対してもうある程度もうお金も余裕あるんだよっていう人に K 進めてもねあのちょっとね体格もある程度あるしちょっと余裕もあってね高速も乗りたいしちょっとある程度ね,こうねかっこいいのがいいなみたいな。 予算丸しみたいな人にめの割出って,れしっていう感じでまあ何でもそうですけどね目的と予算によってお勧めできるものって違うんですよね。万人に受けるものはないですよねシューティング用のホルスターをさばけで使うのはあんまりねかさばるしちょっとぶつけたりとかしてはあんま良くないし落としたりとかするしね。なんでうーんまあ難しいですけども,何もなそういうのなしで何でもいいんであれば。 まあ、ナイロンホルスターがおすすすめですよねぶっちゃけ何でも入るし傷もつけないしあの銃傷つくんですよねナイロンじゃなくてあの樹脂製のとかね競技用のやつって、まあ、そういうの気になる人であれば、まあ、無難安いしね間違えて買ってもまあもっともっと持っていっとでも、まあ、別にね何か使い勝手もいいし問題ないですしね、まあ、というわけで、まあ、最大公約数的に言えばナイロンホルスターだけど。 うんまあ、目的に合ったものを買う方が目的に合って自由その専用のやつねでの方がいいかなという感じがしますね。はい、というわけでまあこれ見てるねベテランの方もいろいろご意見あると思いますんでおすすめのホルスターもこれさえあればいいみたいなね、まあ、定番みたいなのもまあなくはないと思うんでね、まあ、よかったら教えてください。 あとまあ,あるのが、ね、あの実銃用のホルスターのレプリカとかもあるんで、物によったら、ね、レプリカでも全然クオリティ高いものもあるし、中にはちょっといじらないといけなかったりとか、ちょっと使い勝手悪かったりもするんで、まあ、そこら辺もあるしね、うんまあ、なかなか <laughs> 答えにはなってないけど、と <laughs> いう答えですかね。はい、というわけで皆さんのなんか嫌がないふうに参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。